してないです。なんかおしゃんじゃん。おしゃん弁当。こんばんは。ちょっと待って。どうしようか迷い中なので、ちょっと待ってください。ありがとうございました。本日も皆さんありがとうございました。え、これ何？それはカレーです。これの匂いだったんだ。なるほどね。気持ちでやっていきたいと思います。スケピとくまちゃん、ありがとうございます。ハロー。スプラの花びら、ありがとうございます。10歳。10歳で。言ってた？結婚して。あんごたんです。いやいや、この子たち。最前で釣られました。ようこそ。ようこそ。イエス、ミヤース。桜の花びらありがとうございます。聞いた、アスミンのキャプテン聞いた、アスミちゃんのキャプテンになってた。びっくりしてさ、なんか嘘かと思って最初。おまんまそしたらママから LINE 来てて、本当なんだと思って、ちょっとおめでたすぎる。桜の花びらありがとうございます。お久しぶりです。無事戻ってきてくれて嬉しいよ。桜の花びら、桜、食団子、かわいい、ありがとうございます。うわレナあげていいよって言いたい。桜のカメラありがとうございます。 MC 成功です。本当ですか？ありがとうございます。ハートありがとうございます。三色団子ありがとうございます。つくるみさんの待って待って、ココハってさ X 別にあげれる10時以降。うん、じゃあいいか。後であげます。何あげるの？え、今日の。なんで？ありがとうございます。ん、結婚して、アンコタンです。桜の花びらありがとうございます。3月分のあれを出せず、そのどのまんまのまま終える。お、明日待ってます。毎月の楽しみ。ティーですね。そう、今日までです。ココハちゃんです。ココハちゃんです。こういうお金ありがとう。アンテナ優勝ありがとう。だから優勝報告したの、気づいた。優勝報告したんだけど、かわいい、ありがとうございます。そう、影穴でした今日ね。いい声だった。マジ？うん、僕はねキャプテンじゃないのよ。アイリアリーナイキューココハちゃん、 Thank you。 あ、ありがとうございます。あ、気づいてよかった。いい声でした、ありがとうございます。え、そうなんです、あのほんまは今日ね、私 ST48 さん大好きなんですのキャプテンの今村美月さんの卒業コンサートがねあったんですよ。それでなんと明日から昇格する、だから今日まで多分研究生の2.5 期生の岡田あずみちゃんがお友達なんです。お友達っていうか先輩なんですけど、キャプテンになっててびっくりして、今日までね研究生なんですよあずみちゃん。で明日からね正規メンバーなんですよ。したらキャプテンになっててびっくりしました。なんかすごいなって思った。やっぱ私の周りにはすごい人しかいないからね。サラとか、あ、そうだね。そうだね。ダブルミス反則 MC 良い。キミちゃんかと思った。影山ですか。嬉しい。音が出なかった。明日はエス公園です。明日公園行きます。待ってます。結婚してアブタイです。ぜひ DM、 DMM ごめん、あの聞けないんだ。聞けるアーカイブでも。うん、パッパッパーパッパー、ヤッピーヤッピーヤッピー。いやあ、ここあるキャプテンとかわかんないからね。岡田あずみちゃん、キャプテンおめでとうございます、うん、いや、そういうこと、そういうこと、こっちで言うとそういう感じです。私もそれ、うん、プレゼントありがとうございます。それを伝えたかった。桜の花びらありがとうございます。大好きです。クカは大好きです。まだ見てないんだけど、水色だから楽しみ。あーってなるね、なるに誰かわかんないけど、ありがとう。影穴アーカイブ聞けないって。え、嘘。もう残念です。サラの記憶残念です。
初見がまいてありがとうございます。パンダになってきた、でかいパンダ、ごめんしません。最善どの道行こうか。青く晴れた空に小さな雨が降るように、笑顔と裏腹。なんかね、X で出たんだけどさ、僕はもコッコさんに好きって言われたんよ。バイちゃんの子結婚して、あぶたです。劇場めちゃくちゃ暑かって、今日私ずっと半袖だったんですけど、びっくりでした、暑くて。アーカイブ見てください、ぜひ。35段階ありがとうございます。影山再現できないよ、前髪ね、もう崩れてるよ。だから、お、よかった、散歩。散歩ナイス。暑いよね、大好きすぎる。電車待ちでラーメン食べそう。今日は最善ありがとう。外もめちゃめちゃ暑かった。三色団子めっちゃたくさんありがとう。お母ちゃんのダジャレで数時間、よかった、それは。夜寒い、でも今暑いけどね。幸せでした。お、やった。熱気溢れてるよ。今日も東京28度だった。やった、明日より楽しみに、うん、ぜひおまくれでも姉ちゃん飛んでください。俺の心も熱い、ご飯の心も熱いんだもん。キャプテンね、岡田あずみちゃんになったそうですよ。主言です、ありがとう。なんかありがとう、仲間さん。今から頑張ってくださいね。ありがとうね、お見送りでもお話してきて嬉しかったです。明日は君、明日もちさんですか、ありがとう。そう、明日はアイス公園です。コメントが呼べましたよ、あきとちゃん。なんかおしゃれ、このお弁当ね、うん、富士チャレンジ、いいよ、頑張って見つけるわ、じゃあ今日最初にお母ちゃんにさ、ほんとにおいでって言っといて制服の目全然当たらない。でも今日はね、久々の土日っていうか、お休みの日だったので、劇場公演入ってほしいです、待ってますもう、あ、お酒、先輩の急なプレッシャー、すくみさんからの、いやでも可愛かったのでエイプリルフールのねって考えてない、嘘とかつけない、好感度狙ってきた急に、嘘とかつけなくてプラカード、お、楽しみ、受験コメントありがとうございます。まま一番後ろめっちゃ見えてたよ、ココミンの手紙欲しかった、残念。なんか水色のサイリウムを持った人でしたね、ここに手紙が、ね、あれどっち、え、そうなの、どっちなんだろうと思って、なんか掲げてたのは1本だったけどさ、え、そう、なんかさ、下にもさ水色っぽいの見えたくない、わかんない、ココハはさ、もう体格だからさ、もう掲げた水色しか見えてなかったけどどっちなんだろうと思った。正規と、おお、楽しかったな、めっちゃ嬉しい。カレーを食べてお疲れと言ってね、うん、猫のお疲れ様くんだ、ありがとうくんだよ。今日の一句メールもう送れないので、ちょっとこの後忙しいので、京都さんファンかサータンファンか、ちょっと分かんないです。 G、 そう、 G、 G1、 G1 です。てかさ、私のさ、もうさ、一番大好きで一番尊敬している西野七瀬さんが結婚した、それをさ、コカハはさ、通知入れてるからさ、1分前とかのやつでさ、知って、うん、おい、なちゃん結婚したんだけどみたいな世間なんですけど、なんか誰も大きな反応してくれず、一人で喜んでました。私も結婚おめでとうくんだよ、ありがとうございます。なちゃんは私の一番尊敬してるアイドルさんなんですけど、そのアイドルのね、なちゃん一番尊敬してる、嬉しいですね、わかる、嬉しいよね、おめでたい。
うわ。パンパンな。何個ありがとう。私嫁に行きません。そんな勘違い。ちょっと辛いなこのカレー。こんばんは。豪快じゃん。結婚して。あんまり私は結婚しません。結婚して。あんまり。私は結婚しません。いつかできるって。いつかできるなら今日できるだね。いつかできる。チャンスと思ったら。すごい楽しそう、うん。楽しそうな声が聞こえてくるな。え、中井梨花さんも結婚するの？ね、うん。3月終わりです。え、ありがとう。そう、君は心をくれたからの人です。そうなんだよね。女の子、本当なんて言うんだろう、とかもおいしい、たくさんあるところをご一緒いただいて、食べる？あげないけど、で、待って、あまないです。こんばんは、流れ星、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、今年度皆さんありがとうございました。今年の4分の1終わった。箸の使い方綺麗。こんばんは。え、わかんない、綺麗なの？わかんない。ふわっ、てん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 。スナップエンド？え、スナックじゃないの？スナップエンドっていうの？え、違うの？え、スナップエンドっていうの？スナップかと思って。スナックエンドじゃないの？え、スナップエンドじゃないの？ちょっと言って、ちょっと見せてください。これはスナップエンドですよね。スナックエンドじゃないの？スナップだよ。え、そうなの？めっちゃいいんじゃない？え、結婚って無期条件でおめでとうね。おめでとうね。何年前か聞かないけど、おめでとうね。出会いの粘度が終わる。どっちも言うって。ありがとうだ。どっちも言うって。ココハタミ、あ、サヤエンド。え、サヤエンドは違うよね。うん、もうちょっと薄っぺらいじゃん、うん、みんな。それは違うよ。ちょっと違う。それは違うよ。サヤエンドはちょっとなんか薄いやつだから。うん。え、スナックじゃったらお菓子みたいって。でもスナック派もいるよ。え、スナップだよね。どっちもいる。スナップエンドだよね。解明してください、誰か。野菜はスナップだって。イエーイ。うるて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 る。スナップです。今日調子いいんですよ、ココアちゃん。調子よくて、なんか今日すごい調子いいの。今日元気だった。うん、すごい。今日元気なかったもん。元気でした。スナップです。スナックはお菓子です。やば、沖さんも荒れてるな。ね、ステーキング公園でぜひ入ってくださいませ。いらっしゃいませみたいなね。次は4日ですかね。お願いします。お願いします。さあ、元気ないよ。もう疲れちゃったよ、今日。今日メイク爆速だった。まず15分くらい。それで完成されるお顔がいいね。15分もかかってないワンちゃん。昨日のメールの返信って見た。毎日多分メールって24時に更新されるんですけど、それまで待ってるの。しかも早く見たくて、メールの返信もう常に更新して、もう、はい、この間メールの返信更新されるタイミングに出会いました。え、何時何分だった？分かんない、忘れたけど。でもそしたら急に一覧に戻ったら、急にもうなんか真っ白になって、え、壊れたの？壊れたとかじゃないけど、なんか、え、もう見れなくなったと思って更新したら、新しいのがぶわって。待って、何時何分かが大事じゃん。ちょっと。分からん。もう。でも、あの24時に見ると大体更新されてるかな。見ます。見ました。ありがとう。
責任取るよ。そんなことないよ。そうそう、日によるのは日によるんだよ。そりゃそうなんだけど。更新は。その一般には見に来てください。72日行ってました。ありがとうございます。スパゲッティをさ、うまく食べるのって難しくない？じゃあ隠れて食べてもいい？よし。会いたくなって、会いたくなって。ママ。豆。ありがとう。いいね。いいね。隠れるよ。今日の私の T シャツ、これ。でも24時にも更新、24時に更新されて、で朝見ると3時ぐらいに返した人の返信も見れるんですよ。だからちょっと不定期、達成した不定期な感じです。本年お楽しみ、スルメイク仲良くなれたもんね。楽しみ楽しみ、なんかありがとう、おめでとう、ありがとう、楽しみ、楽しみ、何が楽しみなの？エリンギだ。エリンギ大好き。うんうん。ゴジラスじゃないよ。明日公園行きます。待ってます。ハートありがとうございます。え、これパスタなわけじゃない？え、パスタじゃない？おまけのパスタなんだ。え？じゃない？おまけでか。あ、そういうこと？うん。だって明らかにご飯さ多いなと思ってて、パスタ少ない。いつまで、確かに。T シャツアピールな、なあそうじゃないよ。これは私の推しメンの T シャツだから見せたんだよ。うん、ね、そう、いいポン。ほら、ね、ゆい小林。悲しい。うわ。グラデュエーションコンサーツでーす。なんかありがとう。よろしく。エサでモンガン取ってくれてるんだよ。ありがとう。そう、なんかセクシーやって、そんなこと言わないで。桜の花びらありがとうございます。感謝してます。開花宣言出たの知らなかった。え、このハート流行ったよね。なんかさ、しかもさ、こうじゃなくてさ、なんかこうやってやる人いなかった？頭にいるよね。待って、今ちょっとさ、このハート流行ったよね。忘れかけてた、このハート。だるまさんありがとうございます。私ですか？いえいえ、全然そんな節はない。明日行けない、待ってます。お酒美味しいです。よかった。明日来る人全然いない。まあそのぐらいの方が気にせずにって感じだけど、ここはサイリンを振ってくれる方が来るのかわからない。えマナキン、牛すじ、これ牛すじ煮込みみたいじゃない？これ牛すじ。広島の桜餅は絶好調、伸ばして焼かない方です。絶好調やん。もう焼かない方、唯一理想になる。あ、そっちです。そっちの桜餅大変見えます。花見、あ、そうなんだ。手つりそう。酔ってる、酔ってる、呼ぶ咲きねえ、見たよ。朝日にごちそうになろう。キャプテンになってる。うまま、呼ばすぎ。すみちゃん、キャプテン就任おめでとうっていうのをサリウム振ってくれれば気がつきます。みんなはそのコメント欄におめでとうっていう言葉をコメントしてあすみちゃんに送ろう。こんばんは。あ、さっきまで一緒なの、もう離脱したの。ここに一人、あ、ありがとう。テレビで広島やってた？何やってた？満開が4月3日ぐらい、もうすぐだ。え、牛すじ煮込み美味しい。桜今日散歩した時は作ろうかな、お家で作れそう。
そうね、やはりじゃあまだまだこれからなので、今の桜ぐらいかもしれないわ。本当ありがとう。ねうちメールめっちゃ送っちゃうんでしょ。だって月さん、つぼみ、つぼみ組です。売れないけどそれじゃダメやん。メガラバスはデートを騙しようかね。まあ、でも5年後に昇格すればいい。あ、3年後だった。あと、ありがとう。どうよ、ありがとう。今日炊飯器で角煮作ったって。角煮食べた。ね、わかる。角煮めっちゃ食べたい。角煮、角煮スクロ、スクロ。ジュニキちゃんたちでお花見計画とかしてないよ。そうしてないけどするする言われちゃったからするするお花見ね。する。成り行き街道旅、おはえー、いいね。なんかありがとう。何ありがとう。お母さんとバニーさんそういう気じゃない。今年度ちょっと今年度マジ私中華あんま好きじゃない。何を頑張ったらさ、あの何ね、できるかっていうのちょっと明確なあれがないじゃん。お母ちゃん絶好調だねって言われてる。おぞーすおぞーす。それは何、手ぶらありがとう。いつもの私を知ってる方知らないのに絶好調とか言わないで。え、知らないんじゃない。やばすぎ。知ってるんか。違う、来年度でもね、あの、わかんない。だってユニットはさ、研究生できないからさ、ちょっとね、しかもなんか明確なあれがあるわけじゃないからさ、頑張りますとも言えないんだよね。どうして食べに行っても、でも食べなかったら食べるよ。コンサート、あ、なるほどね。なんかさ、あなたの名前をさ2連続さ言って4文字で呼んでもいい。急な。あ、ありがとうございます。見せなきゃないよ。困らせてすまん。いいよ、やりたいんだよね。でもやりたいよ。やめたそうやって飲んでもいいかな。何、いちごミルク飲みたい。あるの？ない。あ、なんだ。毎日買って帰っちゃう。最高はそれがカフェラテ。たまにイチゴミルクないんだよね。売り切れてる最近。カフェオレにハマってた時、あのカフェオレが飲みたいのでカフェオレにハマってた時はたまになくて。うん。ワイだよワイ、そうワイ。でもカフェラテは結構いつでもある。長カプラチーノって言おうかな。言っちゃダメか。じゃあ今違うから。急に叫びたくなることってあるよね。あるよ。でもママにイチゴミルク飲あんま飲まない方がいいんじゃないって言われた。体に良くなさそうって言われてる。だからありがとう。ひかりさんありがとう。ティンズユニットありがとう。でもきっとティンズユニットはもう叫びたくなることはあります。めっちゃ眠そう。迷惑。パン屋でバイトしてたの。いいな。コアをジルの香水じゃない。迷惑。うん。どの塩パン食べた。どの匂いの。どういうこと。よくしないよ、カマン。カミさん、ウェーブにしてるのが好き。なんか、こう編み込んでたり、この何エビフライって言うんだっけにしてるとかは、結構何でも好きなんですけど、あのウェーブこうにしてるのが好きです。二人きる。
え、かわいいパジャマありがとう。パジャマでパジャマあ、まさにそれ。やった妹がパン屋のバイトしてた頃、毎日持ち帰りするものだから12時に。あー、やっぱ食べ過ぎると、あれな、ね、私のカワウソちゃん結婚してた。私の大好きなカワウソちゃん結婚してた。綺麗、ありがとう。塩パン大好き。でも昨日食べた塩パンは、なんか塩パンみたいなんか、カリカリな部分が好きなんですけど、なんかカリカリな部分があまりなくて。ありがとう。いや、星空公園を踊れない。パジャマドライブは、パジャマでドライブ、月明かりを見てたまに。55分だ。壇上読まなきゃ。一回聞いたの。ええー、そうなんだ。こうなんか焼きたてじゃなかったらそのまま食べちゃう。あ、ダメですね。こんばんは。ありがとうございます。クロワッサン美味しいよね。壇上読んでいきます。はい。13位サータン。12位サータン。11位サータン。10位普通に違うと思います。え、9位はじわもちさん。わー、わかる。8位サータン。7位サータン。6位サータン。5位サータン。4位サータン。3位サータン。2位そのサータンって赤い人。1位サータン。違うと思う。なんでよ、なんでよ。サータンだよ本当に。え、そのいないから。見てほら、それはサータンのアバターの人だよ。なんでサータンではない。だるいよそれ。そういうのね。バリサータンもやってね。言ってるやんみんな。ディズニーレッド最終日です。ありがとうございます。お弁当は二段弁当です。すぐ言う、そういうこと。そういうことすぐ言うからね。二段弁当の時だいたい2個食べてるのって言われるけど、二段弁当です。しっかりコスも持ってます。あと4分ぐらいかにゃ。楽しかったですよ。何が楽しかった？共演。今日の公演を共演って言うんだ、うん、そういう人もいるよね。え、杉尾服だったんだ。こんばんは。ああ。2個食べたら怒られますね。怒られます。桜団子、違う、三色団子ありがとうございます。共演、え、今日って何曜日？日。明日ブログじゃん。明日ってブログじゃん。待って、めっちゃ大変。もうブログ最近さ、本当にさ、毎回定型文すぎてさ、ちょっと良くない。本当に良くないなって分かってます。私は分かってるんですけども、定型文になってしまう。講演ありがとうございましたになってしまう、なってしまうんですよ。すいません。モノマネ得意なんだよ。え、今日のモノマネ、じゃ今日収録したモノマネやるわ。さっきやったやつ、朝やったやつ。なんだっけ、なんだっけ、吹奏楽部でなんか練習する、なんていうのあれ、マウスピース。マウスピースって、うん、練習する時の、あの音が出始めた時のモノマネ。どう、上手？上手。音が出始めた時のモノマネでした。うん、そんな感じだったわ。後輩とかそんな感じだった。いやでも結構似てるんだよね。でしょ、結構似てる。結構ほんとモノマネとかできちゃって。桜橋ありがとうございます。え、わかるっしょ。誤爆って言われた。上手っしょ。え、結構さ、その何、なんかみんなさ笑って。猫会社調子いいね。誰が言ってんの。さっきか違う人が言ってるよ、ほら。これさ、今この人言ってるでしょ。さっきは普段の子か知らないでしょ。さっきはどこだ。うん、え、どこ行っちゃった。いなくなっちゃった。綺麗、ありがとう。あんちゅーん、ね、SJK の S 何って言って、え、教えてあげようか。スーパーだよ。サブジェクトだよ。スーパーだよ。
スーパー JK だよ。スーパー JK。スーパー JK。やっぱさ、2年生ってやっぱさ、挟まれてサバイバルやん。なるほどね。敵が多いんだ。そういうことか。サイエンス。ちょっとかっこいい。猫ミームマジ余裕。猫ミームのなんかモノマネはなんかうまくできたやつをキメイさんにボイスで送りました。やだそんな怖い。やだんだけど。結構前の話ね。やだ結構前なのがやだ。結構上手にできたやつを送りました。いやな後輩ですね。しかもなんかココアってちょっとさメンヘラチックだからさ昨日さたまに来るよね。なんでココアじゃないの品川いたじゃん。カミフレさんがどうもありがとう。えカミフレさん品川いたじゃんでさあさらに言ってんのかさあなんかうん、なんか寂しかったやつさ今日一日同じ県に存在してなかったんですねって言ったら、うん、今帰ってるよって優しい。それなんか相手してくれるよね優しいすごいわ。重めなんだよな。行きましたいいな。もうそれ付き合っちゃってるよね。もうちょっと一方的に私が付き合ってるんじゃない。重いって言われた嘘でしょ。重いくらいがちょうどいいんだよ。あ、本当に、うん、ありがとう。サラ重い人嫌い。鳥肌持って言われたサラ重い人嫌い。今気を戻ったのに。しかも今帰ってるよわらみたいな。もうなんかキュンとしちゃった。キュンとしすぎてもうなんかスタンプで返しちゃったえ、それ本当にね、お友達とかね、もう重い人はね、苦手ですでも何、ココアは別に誰に対しても重いわけではない。好きな人に重いんだね。だって別にさ、ね、同期に重くなくない。ちょっとココミンにはひどい時ある。マジ、うん、なんでなんでココアじゃないのいや、ないわ言ってるよ言ってるんだけど。いや、ちょっと好きな人だけですね。ごめんなさい。なので、サーターには別に重くないので嫌われてませんっていう、うん、ウィンウィン。そう、重い人嫌です。私ウィンウィンウィン。ココアにイメージ変わったどっちにどっちに変わったのってすぐらありがとう。こんばんは。ね、待って、そろそろ終わりにしないと。皆さん、今日もありがとうありがとうございました。また明日会いましょう。明日は公演なので、まあ朝ぐらい、お昼ぐらいにやります。バイバーイ、さよなら、イエイ